じゃあ3番です。有機化合物について正しいものを選びましょうと。プロペアン、ブタンは、常温でも加圧すると液化しやすいので家庭用燃料として、利用されると。まあ、プロパンガスとか言いますもんね。2番、石油に含まれる 物質は状態の違いにより石油ガスなどにろ過されると。あれですよね、なんかこれは分流でしたよね。油を分けるっていうのは沸点の違いを利用して分流するして分けると。3番、メタンやエタンはアルカンの一種で、ハロセント星がハロゲンと光を当てると、不可反応が起こると。不可反応が起こるのはこういう二重結合があるときなんかでしたよね。なので、メタンとかっていうのは、起こらないですね。メタンとかエタンっていうのは、不可反応が起こりようがないと。はい。4番、炭素数が3のアルケンにはシストランス異性体があると。炭素数3ですと、これにあと1個ついてる感じですかね。そうしますと、あとは残った腕っていうのは全部こうやって水素になりますから、これ1個だけだとシストランスとか出てきようがないですよね。シストランスっていうのは例えば、例えばですね、こんな感じですもんね。CH3 で、これとこれが同じ側にあるか、例えばこうですね、こうやって逆側にあるかで、こういう異性体をシストランスと言いましたよね。同じ側にあるのがシスでしたよね。確か反対側にあるのがトランスと。シスターのシスで、兄弟姉妹みたいな感じで、一緒の側にあるのがシスと覚えてもいいかもしれないですね。そういうものでした。5番、石炭、石油から得られる芳香族化合物のベンゼンは、二重結合を持つため不可反応が起こりやすい。ベンゼンは結構安定しているので、二重結合を持つ、不可反応は起こりにくいですよね。1番でいいでしょう。次は、A が示す物体と。1番、A と E は異性体の関係にあると。A と E を見ますと、そもそもこの CL の数が違いますもんね。これ異性体じゃないです。2番、U と A はシストランスの関係にあるかと。ないですね。トランスだったらこうでしたよね。こうやって反対側になきゃいけないと。これだったらトランスですけど。3番、A は光学異性体を持つと。光学異性体っていうのは、要するになんか全部 C に違うやつがついてればいいと。違うやつがついてるかどうかって探してみますと。例えばこれを C に着目しますと、全部違うやつではないですもんね。同じやつがついてますもんね。なんか全部違うやつがついてなきゃいけないですよね。光学異性体を持つためには。でしたよね、確か。なので、違いますよね。だから C に全部、例えば、異なる素材がついているっていうのも、これは必要条件ですよね。光学異性体を持つための。違うですよね。4番は、A の分子を構成するすべての原子が同一平面上にあると。同一平面上にないですね。同一平面上にあるのはこういう、二重結合を持つやつですよね。A と E は違いますね。5番、A に水素を付加させると A が生じる。A に、水素を付加させると、そうですね、二重結合が外れて A になりますね。これはいいですね。1個ずつ CL と H がつくと。はい、これで、そうですね、いいですよね。A が生じますと。そうか、H ですね。はい。いいでしょう。次。はい。化学反応させたときに水が生成するものとして正しいのはどれですかと。はい。テレフタル酸を加熱すると酢酸、
なんとかを加えると、フェノールと金属ナトリウムを反応させる。そうですね、アニリンと無水酢酸の混合物を反応させると、油脂に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱すると。はい、なんかいろいろありますね。さてどれでしょうと。まあ全部説明してもいいですけど、あのなんかピンときたら、なんですかね、出題者は全部把握しろとしてろということを要求しているのかわからないですけど、まあこれは確実にそうですよね。エタノールって、まあアルコールと、カルボキシル基、カルボン酸ですね。まあ、こういうのが、一緒になると、エステルですね。エステルが発生して、まあ、水が出てきますね。そうですね。アルコールの OH と、COOH が、まあ、これが、ここから水が取れるというわけですよね。で、こういう、エステル結合ができますよということですね。で、いいでしょうと。はい。ということで、これは、そうですね。まあ、ここに下に書いてありますけど、エタノールと酢酸と。これ一緒にしたらいいですよね。で、2番ですね。で、次は、消化性があり、防虫剤に用いられる有機化合物として正しいのはどれかと。なんかこういうのはただの知識問題という感じもするんですけど、ナフタレンと。なんかどっかで聞いたことあるような感じの名前を選んだらいいかもしれないですけど、ナフタレンと。